こんにちはヨですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。月3万円の配当金を目指して、高配当株投資の最新トレンドについて解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。このチャンネルでは、株式投資について、次の2つの投資手法をお勧めしています。インデックス投資と高配当株投資ですね。そして高配当株投資に関しては、これでもかっていうほど動画を出してきました。例えば、月3万円の配当金の一歩、日本の高配当株投資の始め方。 月3万円の配当金を目指して、リベ大流、高配当株投資の大前提5選これらの動画も含めて、数十個を超える動画を出しています。では、なぜ高配当株投資を紹介しているのか。理由はシンプルです。この投資手法は、再現性が高いからです。正しいやり方でコツコツやると、誰でも、それなりの資産、配当金を手に入れられる。そういう投資手法なんですね。 実際、リベダイのチャンネルを見始めてから、高配当株投資をスタート。今や、月数万円の配当金を得るようになったっていう人も少なくありません。何十万円も得るようになったっていう人も結構いますね。ちなみに、国民年金は満額で月約7万円です。今の時点でこれだけの配当金を得られるようになっている人は、普通の人の2倍の年金が約束されているようなもんです。老後不安はかなり解消されますよね。 ということで今日の動画ではそんな後輩当株投資の最新トレンド参戦について紹介します。先にネタバレしてしまいましょう。結論、次の3つです。やっている人が増えた。書籍が増えた。新指数が誕生した。これですね。後輩当株投資をめぐる投資環境は日に日に良くなっています。ぜひ最新トレンドを学んで配当金積み上げのモチベーションにしてください。それでは本題に入りましょう。後輩当株投資の最新トレンド参戦。ここからですね。 トレンド一つ目、やっている人が増えた。高配当株投資家、だいぶ増えているようですね。配当株投資が個人投資家の主流になっているということで、日経新聞で記事になっています。面白い記事だったので、内容を引用します。調査は4月18日から5月9日にインターネットで実施。40代から50代を中心とする幅広い年代の個人投資家7902人から回答を得た。自分に最も当てはまる投資スタイルを一つだけ選ぶ説問では、日本主体。 後輩当、優待狙いなどの利回り投資が26%を占めて首位だった。昨年から7.2%増えた。昨年の同調査では海外主体、ETF やインデックス投資を使った国際分散投資が19.7%で首位だった。こうですね。表で見るとこんな感じですね。こちら。インデックス投資は上位とはいえ3位、14.6%に後退しているようです。 ちなみにこのランキングは自分に最も当てはまる投資スタイルのランキングなのでそこは誤解なきようにしてください。最も合理的な投資スタイルはとか万人向けの投資法はっていったランキングならインデックス投資はダントツで1位に来ると思いますね。もう少し記事の引用を続けます。調査では過去4年間で毎年利益を出している4連勝投資家の特徴も調べた。 4連勝投資家は、そうでない投資家と比べて、投資スタイルとして、日本主体、後輩当、優待狙いなどの利回り投資を選ぶ人が多く、利回り投資が勝率の高いスタイルであることが示唆された。こうですね。過去4年間で、毎年利益を出し続けたのは、後輩当株投資家、優待株投資家だったってことです。ここでいう過去4年間には、2022年の下落相場も含まれます。 S&P500 など有名な株価指数が大きくマイナスに沈む中で、配当利回りを重要視している株価指数はプラスを維持しました。この下落相場に強いっていう特徴を目の当たりにして、高配当株投資悪くないかもな、こう感じた人が多かったってことなんでしょうね。やはり人は自分で思っているよりもリスク許容度が低いものです。上げ相場で儲かっている時は全く気がつかないんですけどね。相場が逆回転を始めて株価がゴリゴリ下がる。 そして、いざ実際に自分のポートフリオが前年比マイナス30%とかになると、慌てふためくのが人間です。プラス10%、20%の時はイケイケでね。もう、ちょっと仕事するよりもこっちの方がいいんじゃないかなとかでね。いやー、株式投資家としての才能まであったのかなとかって勘違い起こしちゃってね。で、プラスマイナスゼロぐらいになってきたらね。まあ、これからだよ。上がったり下がったりもするしね。歴史的に見てそういうもんなんだよ。とか言ってね、語ってて。 これマイナス20%、30%になってくるとね、今回だけは違うかもしれんみたいなね。そうなっちゃうのが人間なんですね。外国株から日本の後輩当株への資金シフトが起きたのはそういう背景でしょう。さて、投資手法の成績は年によってブレがありますね。日本株が儲かるときもあれば、外国株が儲かるときもある。成長株が儲かるときもあれば、割安株が儲かるときもあるっていった感じです。 つまり、後輩投,投資家が過去4年間毎年利益を出し続けたっていうのはたまたまだってことですよ、皆さん。確かに後輩投,投資は株式投資の中では相対的に低リスクの投資手法です。ですが、絶対にマイナスにならないとか、毎年確実に利益が出る、そういう投資手法ではありません。最近後輩投,投資にシフトしてきた人は、そこを絶対に誤解しないようにしましょう。個人投資家に人気のある投資手法というのは、得てしてこうなりがちです。 最近成績の良かった投資手法、これですね。真の後株投資家は、こういう時こそ慎重にやっていきましょう。後配当株投資なんてダメだべって言われてる時が、そもそも一番のチャンスですからね。コロナショックの時なんてまさにそうでしたね。今はその逆だっていうことです。くれぐれも、配当利回りが高いだけの、誰もが知ってる大企業、こういう株ばかり買わないようにご注意くださいね。トレンド二つ目、書籍が増えた。これです。 後輩投下部投資のリターンが好調で、個人投資家からの人気が高まるにつれて、後輩投下部投資に関する書籍も増えてきましたね。例えばこういった書籍です。オートモードで月に18万5千円が入ってくる後輩投下部投資。ど素人サラリーマンが元で5万円スタートでできた。この本とか、反オートモードで月に23万5千円が入ってくる超配投下部投資。日経平均リターンを3.86%上回った割安買いの極意。これ先ほど紹介した本の続編ですね。 それから年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資。バクでも稼げる高配当増配株投資。こんな感じで本屋の投資本コーナーに行くと簡単に高配当株投資に関する書籍が見つかります。これはちょっと前には見られなかった光景ですね。本屋さんの投資本コーナーは本当に面白いですね。その時々で何がブームになっている投資手法なのかすぐわかります。成長株投資が流行れば何年で1億円成長株の極意みたいな投資本とか、 デートレが流行れば、毎月100万円安定して稼ぐみたいな投資本とか、新興国株が流行れば、これからは何々の時代みたいな投資本がずらりと本屋さんに並ぶわけです。僕としては、後輩投株投資の解説本が増えたり、後輩投株に関する情報発信をするブログやツイッターアカウントが増えたりっていうのは悪くないことだと思っています。ただ、情報が増えると、主者選択は大変になります。変な情報に踊らされて失敗する人も出てくるでしょう。でも、世の中そんなもんですからね。 受験にせよ、就職にせよ、企業にせよ、いつどんなシーンでも世の中の情報というのは玉石混交です。どんな材料を選んでどう料理するか、これは皆さんの腕次第です。失敗を恐れずに適正なリスクを取る。小さな失敗を繰り返しながら情報リテラシー、金融リテラシーを高める。これが僕のおすすめするスタイルです。そういう意味で後輩党株投資家にとっては追い風が吹いています。本当に情報が増えましたからね。 後輩投株部投資というのは割と普遍的な投資手法だと思っています。まずは企業が利益を生み出す。そしてその利益の一部をオーナーとしてキャッシュでもらう。要はこういうスタイルですからね。新たなキャッシュを生み出すものに投資をする。これぞまさに投資の本質です。後輩投株部のリターンが落ちてブームが去れば本屋の投資本コーナーからはごそっと後輩投,下部投資部の本は消えるでしょう。ですが、後輩投,下部投資本で学んでおいたことは無駄にはなりません。 先ほども言ったように、この投資手法、知識には普遍性があるからですね。ブームが去って、高配当株投資の本が本屋さんから消えた時、頭の中に残った知識を使って、有料高配当株をこっそり買い漁る。こういうことができた人が、次の波に乗って儲けられる人ですね。トレンド三つ目、新指数が誕生した。これですね。配当利回りに着目した新しい指数が誕生しました。この二つですね。日経連続増配株指数。 日経累進高配当株指数。この二つ。こういう指数が生まれること自体も、配当株投資ブームの一つの証拠です。さて、これら二つの指数、一体どんな指数なのか、順番に見ていきましょう。まず一つ目、日経連続増配株指数ですね。こういう指数です。国内証券取引所の全上場銘柄が対象。実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄のうち、連続増配の年数上位から70銘柄を上限に採用。 時価総額ウェイト方式で算出。各銘柄のウェイト上限は5%っていう感じですね。めっちゃ雑に言うと、連続増配年数10年以上の銘柄を70個ぐらい選んで投資するよっていう指数ですね。この指数のリリース資料にはこう書いてあります。主要国の金融政策が読みにくくなり、世界の株式相場の先行き不透明感が根強かったここ1、2年で、配当は株主還元の柱として投資家の注目を一段と集めています。 その切り口の一つに連続増配があります。配当を毎年増やし続けられる企業は長期的に安定した収益基盤を持つと評価できます。そこで増配を続ける国内企業の株価動向を表す指数として日経連続増配株指数を開発しました。こう書いてありますね。こんな感じで世界経済が不安定になると注目されるのが配当っていう要素です。ではこの指数にはどんな企業が含まれるのか。上位10名柄はこの通り。 お弁当詰め合わせパックの中身はこうなってるよってことですね。カオ、SPK、三菱 HC キャピタル、リコーリース、USS、小林製薬、トランコム、KDDI、沖縄セルラー電話、サンドラッグ、こんな感じですね。リリース資料には連続増配年数12年の企業まで載っているので、興味のある方はぜひリリース資料を見てください。リンクはこの動画の概要欄に貼っておきます。さて、この指数の成績はどうなのか 2010年6月時点を1万として日経平均株価と比べるとこんな感じ。2022年6月時点で日経連続増配株指数が約5万2000。そして日経平均株価が約4万2000っていった感じでしょうか。新指数開発あるあるなんですけど、もちろん普通の株価指数よりも高成績です。このあたりは期間の切り取り次第でどうにでもなるので、まあ参考程度ですね。12年で5倍以上になっていますが、投資の開始時期が良すぎですしね。 2008年のリーマンショック後、2012年のアベノミクス開始前ってことで、バーゲンセールの時期です。このあたりは十分割り引いて分析するようにしてください。もう一つの指数、日経累進高配当株指数はこういう指数です。国内証券取引所の全上場銘柄が対象。実績ベースで減配せず、増配か配当維持。累進配当を10年以上続ける銘柄のうち、日経の予想配当に基づく配当利回りが高い順に30銘柄で構成。 時価総額ウェイト方式で算出。各銘柄のウェイト上限は7%。先ほどの新指数は連続増配を切り口にしていました。一方、こちらは累進配当です。要は、増配してなくっても、減配さえしていなければ、後配当株として合格だよね。そんな基準で銘柄を選んでいるわけですね。累進配当銘柄の上位10社はこんな感じ。この指数のお弁当の中身ですね。武田薬品工業、三菱 HC キャピタル、住友製菓、リクシル、 日本カーボン、エクシオグループ、山口フィナンシャルグループ、福岡フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、白頭、こんな感じですね。1位は武田薬品工業で41年です。その他のメンバーも意外と連続増配と被りが少ないですね。指数の成績はどうなのか ?2010 年6月時点を1万として日経平均株価と比べるとこんな感じです。こちら。 2022年6月時点で日経累進高配当株指数は約4万8000。日経平均株価が約4万2000っていった感じでしょうか。先ほどの連続増配指数よりは成績が悪いです。でも、日経平均株価よりは良い,い成績ですね。さて、今回の新情報をどんな感じで皆さんの投資に活かしていくのか。それはこんな感じですね。一つ目、連続増配銘柄のチェック。この指数の構成銘柄を見れば連続増配株がすぐに探せます。 今までどうやって連続増配株を探せばいいか分からなかったよっていう人にとっては朗報ですね。二つ目、累進配当銘柄のチェック。この指数の構成銘柄を見れば、累進配当株がすぐに探せます。三つ目、新ファンド。そのうち、この指数に連動したファンドが生まれるはずです。低コストならば、投資検討の余地が生まれるかもしれません。皆さんの高配当株ポートフォリオに入れると、管理が楽になるかもしれませんね。 すでにある日本株の高配当株ファンドでは1489なんかが有名です。NF、日経高配当株 50ETF というやつです。こちらは最近人気が高まっていて、運用残高が1000億円を突破しました。ですが、このファンドはおすすめしません。なぜかというと、厚生銘柄、お弁当のおかずが、景気敏感の大型株ばかりで、それなりの信託報酬がかかる、税込み0.308%っていう弱点があるからですね。金がね僕はこう言ってきました。 日本株の高配当株ファンドはいいものがほとんどない。どうしても自分で個別株を選ばないといけない。アメリカの高配当株 ETF みたいにバランスのいいお弁当があればそれを買って終わりにするんですけど、どうしても腐りかけてるおかずが入ってるからめんどくさいけど自分でおかず一品一品買い集めていいお弁当を自分で作らないといけないんですね。ですが、今後良質なファンドが登場してくれるならこの状況も変わってきます。 米国株のように、このファンド一本で OK みたいになるには時間がかかると思いますが、全部自分で選ばないといけないっていう状況から、ファンドプラス自分で選んだ個別銘柄10個から30個で OK ぐらいにはなるかもしれません。このお弁当にこの辺の野菜だけ自分で付け足せばいいお弁当になるよね、みたいなイメージですかね。そういう意味で、後輩当株ファンドの動向はチェックしておく価値があります。新しい情報が入ればすぐに解説したいと思います。 まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。この動画では高配当株投資の最新トレンドとして次の3点について解説しました。やっている人が増えた。書籍が増えた。新指数が誕生した。結論、高配当株投資はやりやすい環境になっています。高配当株投資といえば昔はただ配当利回りが高いだけの株を買う。そんな雑なイメージの投資でした。でも今はもうそんなことないですね。 配当利回りは当然見るとして、売上や利益の成長具合も見るし、リーマンショックなど金融危機や有事の際にどうなったかも見るし、増配傾向かめったに減配しないか、累進配当かなども見るし、自己資本比率や有利子負債などの財務安定性も見るし、集中投資はせずにセクターをバランスよく分散させるし、そんなバランスのいい投資家さんが増えている印象です。 全体がレベルアップする中で、後輩等株に関する良質な情報は、格段に手に入れやすくなりました。ただし、懸念もあります。それは、情報が大型株に偏っていることです。日本の大型株というのは、景気敏感株が多いんですね。景気敏感株が悪いってことではないんですけど、景気敏感株ばっかりのお弁当パック作っちゃダメなんですよ。上がるときには全部上がる。下がるときには全部下がる。これではダメなんですね。 そして大型株は大型株らしく、値付けも正しいことが多いですね。つまり割安に変える機会が少ないんです。証券会社が運用する高配当株ファンドも投資対象は大型株ばかりです。ですが、日本の高配当株ポートフォリオの質を高めるには、中小型株への投資が欠かせません。高配当株投資をやっている人は、そういう目線でポートフォリオのバランスを見直してもらえたらなと思います。 とは言っても、おい、学長よ簡単に言ってくれるけど、その中小型株の情報がさ、どこで手に入れていいかわかんねえんだよっていう人は、ぜひリベシティにお越しください。月2、3回のペースで有料後輩投下部を紹介しているほか、後輩投下部投資に関するチャットコミュニティでは、いつも有料な後輩投下部に関して活発な議論が行われています。国内最高レベルで充実していると思うので、参考にしてもらえたらなと思います。 いいファンドが生まれても、ここで買えた小型株はポートフォリオに残せるでしょう。いいお弁当が今後生まれたとしても、買い集めたいいおかずはそのまま残せるってことですね。後輩当株投資は、とにかく再現性が高いです。買ったらずーっと持ち続けるっていうのが基本戦略なので、上級者も初心者も結局は同じようなポートフォリオになっていきます。買いあおりをして、値段が上がったらこっそり売って、もしくは売りあおりをして、値段が下がったらこっそり買って、みたいな、はめ込みが起きにくいです。 日本の高配当株は、為替リスクがないし、インフレにも強いし、成長株よりリスクが低い、値動きがおとなしいし、その割にトータルリターンも悪くないし、配当自体も増配していくし、円建てなのでインカムを使いやすいし、所得が一定未満なら税負担が軽いという感じで、たくさんのメリットがありますからね。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。 インデックス投資と比較すると、配当株投資は、税効率の悪さや手間で、んやかんやと言われがちです。しかし、実際のところ、月3万円から5万円の配当金を作った人で、それを後悔している人は見たことがありません。やはり、安定収入っていうのは、心の平穏につながりますね。生活設計のしやすさが段違いだからです。配当株投資、個人的には非常におすすめの投資手法なので、みんなでコツコツと、キャッシュ製造マシーン、自分年金を作っていきましょう。 ちなみに今高配当株投資をやるなら SBI 証券が一番おすすめです。ネット証券ナンバーワンだけあって投資商品のラインナップ、手数料の安さ、ポイント還元など総合力はダントツですね。講座解説のリンクはこの動画の概要欄に貼っておきます。千里の道も一歩から。今月額10万円とか30万円の配当金を得ている人も最初は中身がすっからかんの証券講座から始まっています。今日作った証券講座が未来の皆さんを救うかもしれません。 自分の未来は自分の力で作っていきましょう。ということで、これからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。配当金こそ真の不労所得。金の鶏を手に入れよう。それでは今日も一いい日を気をつけていってらっしゃい。